とですね、僕はあの、えー、日本一周している旅人の、えー、生放送をしている配信者です。えー、今日はですね、2017年4月の26日の、えー、19時39分です。えー、旅を始めて、えー、17日目なんですけれども、えー、リア突の人数が、えー、33名。1万人のリスナーさんに今まで支えてくれたお礼を言う旅をしております。 はい、はるさんはつ映像、音声問題ないかなどうでしょう演奏、え、映像と音声問題ないですかどうですかいやー、やっとだ。やっとホテルだ。鍵がてー。くつろげるよ。やーったー。映像、音声問題ないおい、ようちゃんはつ これ、あれ、旦那さんのようちゃんで合ってるのかなこのアカウント。別のようちゃんさんかな旦那さんのようちゃんで合ってるこれ。立ち出ましたか俺は9000、円じゃない ?8000 負けたね。うん。大丈夫映像音声問題ないよかったよかった。リスナーさんに教えてもらったホテルに来ました。リア突優先したらもうパチンコすぐやめて。リア突していただけるって言ったから、ヒカル君ごめん、俺出るわ。っつって。 あ,あ、ヨウちゃん、ありがとう。あ、アズさんと二人で見てんのよかった、よかった。ヨウちゃんのアズさんにはすげえお世話になったから。うん。え、今、何別々のところにいるんじゃなくて、何？お互いのスマホで見てんの。ヒカルんは、いや、負けたも勝ったもんね、座って30分くらいだったの。ヒカルんは格変入ってたね。だ、出始めじゃんどうなるかわかんない。まだ一拍も出てなくて、格変入ったところで、俺は出たから。 勝つか負けるかはこれからっしょ。隣で見てますいいねー。嬉しいっすね。いや、今日は雑談できるよ。今日はこれでやっと雑談できますね。よかった。宮城、宮城、仙台来てから5人一気にリアドズ来ていただいて、しかもね、ちょっと俺の放送じゃなくて光くんの枠でやってる時だったから申し訳ないんだけど、あの、ご支援いただきました。えっ、ー、とですね。 匿名さんのリスナーさんから、えっ、ー、と、まず1万円のご支援。で、あの、2万円のご支援で、合計3万円のご支援いただきました。ありがとうございます。あの、正直、安心しました。あの、皆様のおかげでですね、あの、減価償却ができました。<laughs> あの、赤字にならずに済みました。ありがとうございます。これはね、あの、使わないお金にするから、 あの、いざっていう時のためとか、企画の時にガツッと使おうと思って、あい、あの、グッズの購入費とかに、グッズの制作代とかに当てるんで、今いくらになってんだろう。ちゃんと書いておかないとわかんなくなるからね。えー、っと。あと、シャックンも買ってくれた。えー、っと。朝より増えてるでしょ 旅順調だよ。売上メモっとかないとな。すげえな。数えられなくなってきた。家計簿じゃないよ。あの、授業だから売上ね。 いやー、やっぱいいね。ホテルはいいわ。個室で区切られてて、しかも角部屋だから、喋っててもね、全然問題ないから。満喫とかだともう、声を潜めてやってる感じがすごい嫌だったから。いいわー。最高だわ。タイムラグもなさそう ホテル取ったよ。ゆっくり休めます。なんか、銭湯もあるし、朝食もついて4000円だった。4000じゃない、3700いくらか。税込み。3700いくらでした。えー、っと、匿名さんからの、えー、っと、まず。 3,500円プラス消費税だから3,750円ぐらいうん。いや、仙台でこの値段はありがたいよね。超ありがたい。今日何日だえー、っと、4万5,000円。4万。2、3、合ってる。ちょうど合ってるわ。 まず、シャックン。今日が26日か。えー、っと、2017年4月の26日、今日何曜日だ水曜日。で、仙台か。普通に知りたいいや、なんか、なんつったっけ あ、ごめん、あの、なんだっけ。普通に仙台で、メイフラワーうん、メイフラワーだね。安いよ、ありがたいよ。これが旅だよね。リスナーさんにさ、ここ安いから絶対押さえとけって。そう。ヒカル君のところからずっとコメント打っててくれてて。仙台ってどうでした仙台と。 花火ありがとうございます匿名係ちゃんありがとうメイフラワーってホテル。で、えっ、ー、と、まずシ、シャックン。シャックンが1000円。1000円でしょ。えっ、ー、と、これがシャックンが1000円で、えっ、ー、と、合計いくらだいいか。シャックンでしょで、匿名さんか。 匿名と監督が言うか。ユース、ユースホテルわかんない。全然調べないで。もうリスナーさんに任せようと思って。リスナーさんを信じてきた。やっぱリスナーさん頼るのが面白いからさ。ノリが。どんどん北上。そうね。だいぶ北上してきたね。 えっと、特命さん命かっこ、女性リスナーさん。で、女性リスナーさんが1万円支援してくれて、えー、安いよね。今日は体休めるし、雑談もぶん回せるから、ありがたいよ、本当に。 みんながいろんなのを教えてくれるのもんいろんないいところ。ええー、と、ちょっと待ってね。やることが溜まってたものがいっぱいあるからさ。カプセルホテルよりも、いや、カスプセルホテル俺一回も泊まったことないからね、旅で一回泊まってみたいんだよね。東京は5月の20日に誕生日オフ会やろうと思ってて一旦帰るよ。で、そっから捨て頃のトレーニングに、あの、打ち込む。 で、えっ、ー、と、ちょっと待ってね。で、出た。で、クラモンさんがリアトツしていただいて、クラモンさんから支援いただいたんだ。クラモンさん、えー。クラモンさんに2万円支援いただきました。ありがとうございます。で、合計が3万1円プラスだから、7万1円。 あ,あ,ありがたいっす。グッズの原価が、原価が焼却できました。ありがとうございます。ありがたいよ、本当に。今回の旅で、あの、グッズ、その結構質のいいの作ったから、正直ね、あの、俺の実力じゃダメなんじゃないかと思ってたもん。正直。どうしよっかな。ちょっと待って、財布 財布どこだ財布どこやった荷物がガッチャガチャよ。捨てるもん捨てていかないとね。あれ俺財布どこやったあったあった。えー、っと、財布。満、え、札、ー、万と入れ替えよう。4枚。1、2、3。いや、旅大変だよ、思ってたより。 旅ソ、変。え嘘。贅沢とうさんどこいんのそのとき7万 1, 円で、七万千円7万千円7万千円0 0円大丈夫。また7万6千円だ7万6千円。 あれや万6000円と配信切った後にパツ屋に行ったらすでにいなかった花火ありがとうレクチーありがとうありがとうございます助かりますありがとう 5月中旬から1週間ほど関西。マジかでもまあ東京だからいつでも会えるしね、贅沢人近所じゃん。俺は贅沢人をいつか会えると信じてるから。そこはね、あんま不安とかないよ。俺言いたい。もう贅沢人島はすげえね、あの、絶対に配信者には花火あげないって言ってたんだけど、和道なら仕方ねえなって言ってくれた時、本当に嬉しかったから。嬉しくてツイ、ツイートしたぐらいだもん。 やっぱね、その、リスナーさんにもさ、その考え方があるじゃんいろんな。その、俺はこういうスタイルで支援していくみたいな。コメントも支援、見ることも支援、アイテムも支援、リア突も全部支援だと思ってるんだけど、そう、ポリシーをね、変えてね、花火ありがとうバレーニアさんありがとうみんなどこに泊まれましたかあの、ホテル、リスナーさんが教えてくれた。3750円のホテルです。 超安いよ。みんなありがとう。明日はね、松島行くから。超いい景色。日本の三大絶景だって。えっ、ー、と、帳簿はつけ終わったか。帳簿つけた。あとやること、洗濯か。洗濯。未だあれ以降は、和道以外に投げてない。いや、超嬉しいよ、なんかそういうの。ありがとう、本当に。贅沢美島ってニコ生から見た感じだっけ 俺、このコテ手ンを知ってるのは、贅沢美党っていうコテ手ンを知ってるのは、俺、ふわっちからなんだけど、いつぐらいから見てくれたんだっけもともと誰リスさなんだろう。いやー、いや、ベッドだよ、ふかふかだよ。ちょっとね、いいよ。お風呂も大浴場あるって言ってたもんな。ちょっと、ねえ、もう古い、ボロいホテルだけど、あはあ、シワーもあじゃん。いいね。

いやいいなホテルいいな俺も早く大手になりてよ。ホテルで、ホテルでさ、みんなうまいもん食っててさ、旅館とか泊まってんじゃん。俺も頑張んねえとなあ。ヒカルくんはもう新幹線移動だしさ。いやあ、まあ貧乏タイム家も楽しいけど、俺も早くあっち側の人間になりてえな。あ、そうなんだ。そっかそっか、じゃあ、まあ、古いリスナーさんなんだね。 よし。充電しよう。まずは充電からだ。何事も。これがないと俺は始まんないかんね。商売道具だから。よし。まずはバッテリー充電から。やります。洗濯洗剤フロントで50円。マジでネムさん。やるわ。洗濯洗剤洗濯機があるってこと あと、ユニクロに行って、明日の朝ユニクロ行こうかな。ユニクロに行ってさ、あれしたい,いんだよ。あの、パーカーが欲しい。寒い、寒い用の上着を一個持っとかないと。よいしょ。ああ、いいね。ああ、最高。ああ、やっと雑談できる。うわ、嬉しい。旅だよ。 これだよ、俺が求めてたのは。布団で寝れるよ布団で寝れるよこれだけ喋ってもクレーム来ないんだもん。満喫生活辛かった配信で喋りたかったもっと毎日毎日語りたいこといっぱいあったのにさ。配信者が雑談できないのは苦痛だよ、ほんとに。<laughs> やった、今日は、今日は雑談何枚だぞ。やった。やっと雑談できる。超嬉しいこう。やっぱ配信者は雑談しないとできないダメだな。はぁ、あ。いいねぇ。股間はね、あの、塗ったの。ここ、穴開いてたから縫ったの。うん。モンツさんが来てくれて。満喫はね、あの、 休まらないよ。ほら、俺、いびきクソうるさいから起こされちゃうんだよ。楽しかったね。ユニクロア会える。あの、あれ、ガラス張りのところだよね。いや順調ですよ。いい旅だ。いい旅ですね。楽しくなってきたよ。えっと、牛タンっていくらぐらいで食えるああ危ねえ。よかった、クッション入ってた。 ああ、疲れた、マジで。ああ、ベッド、最高。ああ。マジっすか、ネムさん。とりあえず充電をしてるから、明日は松島、車出してもらえるって言、言われたから、だいぶ順調だな。何の問題もないね。うん。いい感じだ。楽しいわ、旅。 はあ、すげえ、旅人だ。あ、はあ、子供の頃からの夢叶ったって今実感してるよ、本当に。あ、はあ、仙台か。仙台来たか。明日朝食はサービスであるって言ってたから朝食問題ないね。いや、本当に猛獣だって言われてるね。 もう本当にあと無呼吸が2分ぐらい止まってるらしくて、あの、いつか死ぬよって本当に言われてる。本当にやばいらしいよ、俺のいびきは。あ,あ、今日はぐっすり寝れる。はあ、楽しいなこれ逆じゃねこっちじゃね本来。 こうか。これが正しいか。よいしょ。日本一周終わったら次は昔言ってた世界回れるといいな。回るよ回る回る。朝はロビーでパンとゆで卵とオレンジで飲み物は飲み放題。パンとゆで卵とオレンジか。なるほど。 せっかく仙台に来てパンとオレンジジュースとゆで卵は、まあ、うんまあいや、ホテル泊まれ、4000円以内でホテル泊まれんだから超いいよな。なんかもう壁とかボロボロだし、洗面器ひび割れまくって,て超笑うけどね。これ築50年ぐらい経ってんじゃねえかっていう。でもありがたいよ。超ありがたい。なんか窓を見てたら旅したくなったから、姫路に旅立とうかな。バレーニョがどこ住んでるのか、わかんねえかな。 姫路もどこかわかんないし。熊本かな姫路は。うん、いやいいななんか、いいな旅だなごめんね、なんかいいなしか言ってなくて。<laughs> やっと落ち着けるよ。<laughs> 光くんの家でもだいぶ休めたけどね。やっぱね、満喫、ビデオ個室、カラオケ、 あと、なんだ、スーパー銭湯はダメだよ。あの、人のスペースだから。外にセブンイレブンあるんだ。横浜か。朝飯なし。朝飯はだからパンとゆで卵とオレンジジュース飲み放題なんだって。朝飯はついてるらしいよ。うん。満喫は休めないね。狭いから、充電したりとか荷物がすごいでかくて、狭いからこうやって寝てんのよ。 こうやって。で、腰が痛くても、こう、こういう感じ。<laughs> こういう感じで寝てるから、うん。で、隣の物音とかずっと聞こえるし。やっぱね、睡眠ってすごい大事だわ、人間。いや、ベッドっていいな革命だな、ベッドって。オレンジは果物なんだ。ラオウさんお疲れ様でーす。 お疲れ様です。雑談ができる喜び。配信者として思考の喜びを今、味わってます。いや、だから家で雑談させてもらって、飯食えるって本当幸せだったんだな。うん。お金はたまらないけどさ、旅で、もう領収書とかすごいことになってんだよ。交通費と宿泊費と。もう本当に厳しいよ。 だからお金は全然カツカツだけど、なんとかね、やっぱり手応えを感じてて、旅配信17日目でフォロワーさんも400人近く増えてんだよ。すごくない半月で400人ってすごくない超ありがたいよ、もう。しかもいい人たちと出会ってさ、笑顔でさ、頑張れ頑張れってみんな言ってくれんだよ。最高の人生だよ、本当に。 ああ、マジで1万人まで頑張ろう。で、早くのんちゃん、のんちゃんに会いたい。領収書大変なことになるよ。お財布パンパンだもん、領収書で。結軍、なんか、その、被れ、ねえ、被れたりとか。洗濯は乾燥と洗剤、洗剤合わせて250円。マジか。どうしようかな。まだユニクロ空いてる ユニクロ行こうかな。ユニクロ行きてえな。洗濯機があんのそれともロビーでこれお願いしますって渡す感じ自分で洗濯機回すのか、ロビーでお願いするのか。ユニクロ終わっちゃったか。早いんだな、終わるの。 タバコ買いに行かないといけないしな。近くにセブンイレブンあるって言ってたよね。まあ、こんだけ栄えてたらまあ、便利だよな。コインランドリーまで片道歩いて1時間歩いたんだもんな。それに比べたら全然便利だよ。股ずれとか靴ずれ。あ、それはね、意外と大丈夫。それよりも、左指が骨折してるんだよ、格闘技のここ。 一週間ぐらい経って、ようやく、そうくっつけ始めてるけど、小指の骨折とすねの骨折が痛いね。あ、大浴場に洗濯あるんだ。オッケーオッケー。あのね、違うんだよ。ラオウさんね、一日二日は大丈夫なの。要は、10日間ぐらい連続でね、満喫にいるとね、病んでくるんだよ。その、配信がしたいのにできない、雑談ができない、バッテリーとの、この葛藤とか。 でもホテルってさ、充電をしながら喋ることができるから、その、なんつうの。やっぱ雑談が好きな人が多いわけですよ、僕の放送って。で、それで今まで支援されてきたから。だからね、売り上げがね、やっぱね、減ってるんだよね、明らかに。そこがね、俺は痛いなと思ってて、せっかく24時間分回せるため,ためにさ、旅に出たのに。だからバッテリーの問題は解決したから旅に出るべきだった。 ちょっと俺が甘く見てた。やっぱ経験に勝るものはないよ、体験と。頭で考えてバッテリー必要だなと思ってたけど、まあ大丈夫だろうと思ってたの。荷物はかさばる、バッテリーは圧倒的に足りない。もうそれこそさ、24時間分回すぐらいやんないといけないんだよ、俺は本来。そしたらもっともっとリスナーさん喜んでもらえるし、もっとリアリティが出るはずなの。俺も配信頑張れるし。だから寝ても覚めても配信こいつずっとやってるなって思われないとダメなんだよね、本当は。 ちょっと反省点だったわ。あの、力屋さんが持ってるバッテリー欲しいんだよね。バッテリー大変だね。力屋さんが持ってるバッテリー、こんなね、もう、これ、こんな鉄の塊で、これだけでね、もうほんと 8kg ぐらいあるバッテリーなんだけど、2日3日持つっていうバッテリーなんだよ。あの、何を工業用っつったかなあれがね、なんて検索しても出てこないんだよね。いや、わかんない、ター君。うん。知らん。な、なんでどうしたの ヒカル君にリアドしちゃいのうん。バッテリー問題が死活問題だよ、ほんとに。配信者はね、電気と電波がないと何もできないからね。<laughs> ま、いったま、いった、マジで。お、フォローありがとうございます。フォローありがとう。放送がないから。いや、今日放送終わりだって言ってたじゃん。うん。 今日放送終わりだって言ってたよ。うん。今日多分やんないと思うよ。もう氷山帰るだけだと思う。山ちゃんいらっしゃい。おーとむみさんありがとう風船10個ありがとうございます。ありがとう。いやー。明日森岡俺違うよ。明日はね、松島。松島に行きます。 何食おうかな今から。テルチャンピン違う枠でコメントしてた。違う枠でコメントしてた。ああ、LINE 来たよ。うん。でもタイミングずれたから、LINE だけ交換して、うん、それで終わり。俺は、氷山戻らないことにした。ありがとう教えてくれて。もう起きたみたいだね。うん。ただ、あの、ヒカル君の伝突で起きたんだと思うけど。 飯まだ食ってないね。そろそろ腹減ってきたああ。どうしよっかな。仙台和牛行っちゃって、だからさ、贅沢ばっかりしてるわけにいかないんだよ。でも仙台だもんな。ああ牛タン食いてぇよな。牛タンっていくらぐらいなんだろう。いや、牛タンでしょ、ここは。ミキアの持ってた、あ、ありがとう え、ちょっと待って待って待って。ネクさんありがとう。ちょっと待って。ユニバーサルパワーバンク EX。ありがとう。おーミュルワード2。ちょっと待って。ちょっと待って。5万か6万するって言ってたんだよね。もうそれがあれば無敵だから、マジで。ただ、超重たいけど。超重たいけど。ユニバーサルパワーバンク。いや、5万アンペアとかじゃないよ。もうね、こういうレベルじゃなかった。 えー、ユニバーサルパワーバンクアンペア。えー、これだったっけなこれだったっけないや、現在在庫切れか。これだった、これかなこれだったかなこれだったかもしんない。在庫切れか。52000アンペアのものを買えばいいんだ。こん これだったっけななんかすげえやつ持ってたんだよね。でもこんなの。こんなの。今日ホテル取ったよ。チェックアウト11時じゃなくないチェックアウト11時じゃないと思うけど。えー、チェックアウト何時だ ?11 時に来てくれるって言ってたから。チェックアウト。 チェックアウト何時なんだろう後で聞いてみるわいやーやっぱ雑談マシーンだから喋ってないと死んじゃうんだよ,、ね、よ,よあああるじゃん洗濯物テレビも見れるじゃんチェックアウト11時だっていいじゃんここここ超いいじゃん はあ、便利な洗濯機200円、乾燥機100円、洗剤40円。いいね。洗濯もできるわ。ああ、4000円あったらここでしばらく。いいなぁ。ホテルいいな格安ホテルあると助かるわ。牛タン食う あ、そうだ。俺、副収入が入ったんだよね。YouTube の報告収入が振り込まれたんだよな。そういえば。えぇ、ー。食おうかな。どうしよう。ちょっと財布と相談させて。お財布ちゃんと相談。を使っていいお金。1、2、3、うーん。うーん。 牛タンっていくらぐらいで食えんの牛タン。うん。迷うな牛タン食いてえなあ,あのねあ、今月使っていいお金が、手つけていいお金が、これと、5000円ね。 5000円と、あと、5000円と、あと数万、2万ぐらいあるの。2万5000円で、あと何日 ?4 月ってあと何日だ ?4 月は、あと何日 ?4 月、1、2、3、えーと、食いてえなぁ。そう。俺ね、あの、実は、あの、月末にちゃんと給料っていう形で、あの、 なんぞ、ペックスですぐ振り込んで、あの、アイテムのお金とか振り込みしてないのよ。1ヶ月の売り上げは1ヶ月の売り上げでちゃんと計算してるんだ。えー、ホテルの裏に、キースケっていう牛タン屋さんん。そうだよね。ここで牛タン食わなかったらアホだよね。ここで牛タン食って、もう領収書の数見てこれ。これ、この厚み。 すごいことになってるから、ほら。おすごいよ、領収書が。すごいすごい。大変なことになってるよ。そうだね。ミュールのは超高級有名店でしょ、あれは。あれ、めちゃめちゃうまかったもん。キスケの定食、夜、夜、昼、ランチが高いんじゃないのかな 結構行くよね。多分ランチタイムが狙い目だと思うんだよな。まあ確かに何時仙台来たんだってなるよね。後悔したくないよね。うーん迷うなー、クソ。なんかこ、こういう時相方が欲しいね。猿石とか羨ましいね。食いたいとかダメだよっていう。俺一人だからな。 相方欲しいなぁ。はぁ、あ。ランチの方がお値打ち。お値打ちって安いってことかなぁ。うーん、ランチで食うのが正解だと思うんだよなぁ。いや、ま、まあ、そうだね。迷ったら食うだよね。何無視すんだよって。うん。リスナーが相方だぜ。まぁ、あ、ね。 俺にはリスナーがいるからね。食レポっていうか配信難しいかんな。あの飲食店はね、やっぱ配信嫌がるところが多いから。できればね、こういうところで食いたいよね。ホテルとかでね。2000ある食えるうん。うーん。 いや、パーカーを、服も欲しいし、寒いから、パーカーも買わないと。テイクアウトできるうルん。うんグルナビで検索やべえな。延長チケットがもう残り9枚だ。 やばい。通りの角にあった利休。あ、利休がうまいって言われ、言ってたみんな。利休が無難みたいな。盛岡土曜日来たら盛岡冷麺。盛岡土曜日行くとは限らないよ。まだわかんないよ。通りの角にあった利休。利休、利休牛タンでいくらくらいだろう。ちょっと見てみよう。 リキュー食いたいよな、ここは。リキュー、迷うぜ。キスケは持ち帰りもある。先代、ちょっと待って、メニュー見る。リキュー。ホテルだよー !FBI さんいらっしゃい。 牛タンり休西口本店ってやつかな。23時まで営業。牛タンり休お疲れ様、ひでぼうさん。お疲れ様です。やっとホテルです。り休店舗案内。メニューどれだ会社案内。ご挨拶。ん 値段が書いてないな。リキュー。店舗案内でいいのかなえ森岡土曜来たら。明日チャンコートコラボ。任したホが牛タンゴル罰ゲーム付きで何か勝負したら盛り上がる。かわいそうじゃん。<laughs> かわいそうじゃん。若い子で。うん うん。駅の目の前が本店か。え、りきメニュー載ってないんだけど。なにこれ。え値段が書いてないんだけど。なんだこれ。ダメなサイトだな。なんで値段書いてないの ?2000 円から3000円か。 カレーもあるんだ。立休。二十三時。腹減ったなメニュー。そこは家教院店。家教院家教院っていう土地、初めて聞いたわ。ジョ、ジョジョでしか聞いたことないよね。家教院って。 いや、行くけど、なんかその、配信絡ませたいじゃん。課教院店近い。だって、うまかったわー、ツイッター見てー、とか寒いじゃん。リキューって持ち帰りあんのかなそう、課教院のりやき。そうそう、ゆうきさん。それそれ。 え、俺さ、新宿のあれはよく行くんだよ。なんだっけ新宿の牛タンなんだっけよく行くところ。麦飯のところ。あ、あれよりもうまいたくみさんワード 2? 全然レベルが違うのなんだっけいつも言ってる麦飯の。なんだっけな名前出てこねえな。新宿の。そうっすね。レッツノートっすね。 テキユルさんいらっしゃいあ安いね3枚六切りで1650円安いななんだっけ俺がよく言ってるところあれなんかバグってんの根岸だ根岸だ野良猫さんありがとうそうそう ねぎしよりもうまいねぎし結構好きなんだよね。あ牛タン定食1650円。牛タン4枚定食2000円。牛タン5枚定食。牛タン極み定食。テールスープ。極み。牛タンヘルシー定食。麦飯。ねぎしうまいよね、普通にね。 なんか、ネギシと変わらなかったら笑うんだけど俺、俺、うん。いや、牛タン、だって仙台イコール、やっぱ牛タンってイメージだよ、俺。仙台イコール牛タンじゃないですか。 まず一番最初に出てくるの仙台っつったら牛タンだもんありがとうございます風船ジャニーさんこんばんはお疲れうんそれ以外出てこないね仙台は牛タンだよねいや超腹減ってきた 小腹減ってきた。辛口かな俺、うまいもんはうまいし、まずいもんはまずいって正直に言うタイプだと思うけど。別になんかディスが多いとかじゃなくて、結構その、むちゃくちゃな理論でまずいとか言わないよ、俺。あの、その、本当に味覚を信じてそのまま伝えるって感じ。森岡は冷麺なんだ。 それか、あ、ワンコそばのイメージだな。おうん。ワンコそばのイメージかもしんない。いや、ベッドでこうまったりできるって幸せだな。ワンコそばの方が都内の人は有名じゃない盛岡ワンコそばワンコそばってでもどん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 入れてくるんでしょ食べづらくない なんかテレビ向きっていうか配信的には面白いかもしれないけど、普通に食っててバンバン入れられたらなんかブチギレそうなんだけど、ちょ、ちょ、待ってみたいな。俺のペースで食わせてみたいな。うん。ンこそば、だから配信向きだよね、それこそね。全然、多分みんなが引くぐらい食えると思うよ。あれ一口でしょ、要は。時間によってはリア突できる日曜以外なら、青森ってこと あ森岡でってこと、うんね、普通に自分のペースで食いたいよね。あんなカッカカッカ入れられたら嫌なんだけど、なんか急がなきゃみたいになるじゃん。<laughs> 森岡で、オッケーオッケー。森岡でもいつになるかわかんないよ、まだ。その今考えてるのが、あの、あれなんだっけえっ、ー、と、 29日に、あのー、幕張でリアトツマチやろうか迷ってんだよ。ニコ生の超会議。イラッとするよね。ニコニコ超会議で、駅前かなんか幕張の駅とかでリアトツマチやってた方がいいんじゃないかっていう風に思ってんの、2日間。外配信で。どう思うど、どうだろうみんな。 でもね、せっかくここまで来ても、こう帰ってくるのもなんか尺に触るよな。うん。難しいところじゃのう。まあね。いや、超会議行くかだから迷ってんだよ。うん。 レトリップドッ .jp アーキクル。なんだろ、これ。ジャニーさん、いきなり URL だとわかんないけど、どうしたんだろう。牛タン和歌の霜降り牛タンがうまい。小さんのニコノムリスナーもいるから言って損はないと思う。だよね。あ、和度ふわっちでいたんだ、みたいになったら嬉しいもんね。コピー何のコピーこれ。うん。ジャニーさん。 哎呦！ こ,こホテルなんて言ったっけホテルなんて言ったかな牛タンリキューの ?URL? リキューも見たよさっき。えっ、ー、と、ロイヤルメインフラワー。ロイヤルメインフラワー。 町会議って、だから、そこをどうしようかなと思ってんだよね。町会議行って、飛行機で北海道、要は青森まで、青森まであと、二日で行くの厳しいよなどうしようかなどう思うまず、町会議に行くか行かないかだけ決めよう。なんか、それより先の未来を考えちゃうと、あれだから、ここ一度テイクアウト、東京で全然食えちゃうからな。 ここ一上手いよな、普通に。総会議のリアトツは行くべきか行かないべきかどう思うみんなの判断。総会議の駅前でリアトツ待ちどうかなど、どう思う賛成反対 ま、年に一回のイベントだから行く意味はあると思うんだよね、超会議。反対あ、もう自分の数じゃなくて、もう、とにかく旅を続行行って懐かしい人も見れる。 リアドツたくさん来る。ねえ、たくさん来そうだよね。ミュールはなんで反対なのどっちなんだろうな <laughs> 俺もちょっとこの件に関しては。うん。わかんねえな今回の人数に入れるって、あれだよ。リアドツマッチだから、もちろん入るよ。 行くべき取れたかはあるよ。じゃあバスで戻るか。あと2日でしょ ?29 が紹介儀だよね。2930だよね、確か。合ってる ?2930 だから6、678。じゃあさ、もう仙台で3泊する交通費って そっか。いや、交通費はどこ行ってもかかるかんね。29、30両方とも行こうと思ってるよ。どうせ帰るんだったら29、30駅前でリアトツマチやろうと思ってるけど。絶対駅通るから、紹介儀は。紹介儀は絶対駅通るから、駅でリアトツマチ、会場前とかでリアトツマチやってたらもう人がワンさか。うん。うん。 クラモンさん、ありがとうございます。花火ありがとうございます。皆さん、あの、先ほど、あの、ヒカルの枠で、僕、枠開いてなかったんだけど、クラモンさんにご支援いただきましたので、皆さん、パチパチお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。仙台から新宿までバスで3000円から安っ。紹介機に合わせて千葉に向かって、そのまま北海道方面。紹介機に合わせて、あい、戻るってことだったら俺はバスで一発で行っちゃいたいんだけどね。 北海道に何で来るのかを考える、なんかね、そういう複雑になってくると俺頭ごちゃごちゃになるから、シンプルに町会議。ああ、ありがとうございます、花火。ありがとうございます、クラモンさん。あの、町会議に行くべきか行かないべきかみたいな感じなの。で、行ったら行ったで、じゃあ次何やろうって、町会議終わってから考えればいいじゃん。なんか、町会議に、なんか先々のことを考えるのがすごく苦手なのね。なんか、5個6個とか組み合わせていくとわけわかんなくなるから。 どうしよっかなうん。格闘技イベントで知名度抜群。これでなぜ行かないそうだよね。行くべきだよね。どう考えても。じゃあ、戻ろう。OK。幕張には戻ろう。一回。うん。幕張には戻る。決定です。出だ。で、そうすると幕張に戻るってことは、どこまで進むかなんだよ。この3日間で。うん、行こう。 うん。じゃあ、深夜バスで戻ります。で、ここで、ここで問題なのが、5月に入るじゃん。旅を一回、一旦中断して、6月10日まで家でみっちりトレーニングやるか、旅は続行するかの問題があるんだよね。この宿でね、2日間ぐらいいてもいいもんね。それで、松島行くでしょ、明日は。27、28。 す、まに戻るじゃん。ど、どういうルートで行こう。うん。どうしようかな。合宿とかはない予定は。俺の都合で全部決める。俺がどうするかだね。どうしたいか。福島でしょう。 そうなんだよね。中途半端に戻ることになるから、マイホームで待機、早く伝えないと連泊できない。マジで、うん、どうすっか。マジで未来考えるの超苦手なんだけど。<laughs> いいよ幕張に帰るかどうかも、前の日に決めよう。こんなね、 明日生きてるかどうかもわかんねえんだから。あれ、明日俺が生きてる保証なんかないんだから。やめた、やめた。ごめんごめん。やめる。やっぱり。初心に帰るわ。前の日に考えます。<laughs> 超会議のことは前の日に考えよう。明日超会議だけどどうしようだ。そう、今は牛タン食いに行こう。パチンコ音全然出なかったよ。うん。そうしよう。そんな考えても無駄だよ。死ぬかもしんねえんだから。そんな未来とか考えても無駄。 無駄無駄。やーめた。やめよ。やめよ。やめよ。で、紹会議リアとついて旅したかったら旅すりゃいいし。家にいたかったら家で休めやいいんだわ。うん。な、それがシンプルでいいよね。うん。そうしよう。俺は風天の虎になりたいんだよ。旅行がしたいわけじゃないから。計画ダメ。やっぱり。そうそう、明日のことは考えない。悩みが増えるだけだから。 好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやりましょう。そうしよう。うん。それがシンプルでいいよ。で、ねえ、前の日に行きたくなくなったら行く意味ないしさ。うん。愚かであれってね。そうそう、自分のスタイルがあるし。それが俺のやり方だよ。ダメだ。やっぱ未来考えるの向いてないわ、俺。うん。 過去のことでぐちぐち考えるの、未来のことも考えるの向いてない。才能がないわ。<laughs> お、あ、カズさ、カズさ、LINE 送ったけど見たカズ LINE 読んでる俺カズに LINE 送ったんだけど、死活されてない俺。カズに送ったよな。え、カズ閲覧になってないんだけど。 なんだろう俺 LINE さ、月曜日に送ってんだけど。うん。公演プレゼントありがとう。フロントを左にしかない。あ、ありがとう、ネムさん。ありがとう、助かるよ。サンキュー。 飲み物買ってこようかな。うん。全然待つ待つ。待つ <laughs> いやーでもほんと恵まれてるなぁ。ほんと恵まれてる。新聞は読まない。新聞とニュースとテレビやめたの俺。新聞とニュースとテレビやめたの。なんか本当にヤバい時とか本当に質の高い情報とかも全部リスナーさんから聞こうっていう。だって教えてくれんだもん。ミサイルがどうのこうのとかさ。うん。 ニュース見る人に聞けばいいんだよ。ワド大変だぞって。だって俺と関係ないことばっかりなんだもん。俺、キム・ジョンなんとかとか知らねえし。会ったこともねえもん。そいつがミサイル押すかどうかとか知らねえし、ほんとに。 お、アキスさん、お疲れ様。うん。お疲れ様です。 闇将軍が結婚すんの <laughs> ビッグニュースでしょそれ。 仙台から松島海岸まで片道40分で410円。あ、違う、松島海岸はね、あの、ふわっちの配信者のちゃんこうさんが送ってくれるって、車出してくれるって。彼のツイッターを見てください。闇将軍のツイッターとか見たくないんだけどな。仕方ねえな。闇。将、いや。 闇将軍のツイッター見るほど悲しいものはないよ。あ見てみるわ。やることがあるので。<laughs> 忙しいな。<laughs> 闇将軍の速報が流れたか <laughs>、えー、闇将軍のツイッター見まーす。 本って、何考えてんのあいつ、働いてもないくせに。<laughs> アホすぎるだろ。いや、車助かるよ。おーあ、いいよいいよ。今、ちょっと聞いてるから、面倒さんに。私自身結婚を決意し、ここまではわかるんだけど、こっからおかしくなるんだよな。私自身結婚を決意し、祖父のような政治一筋の道を今後は、歩み、 家業に精進する所存であります。え政治の道政治家になるのこいつ。<laughs> 私自身結婚を決意し、祖父のような政治一筋の道を今後は歩み、家業に精進する所存であります。政治家になるんだ。大切なパートナーに向き合いながら、祖父から受け継いだノウハウと、私を支えてくれる人と共に人生を満喫していきたいと思います。 数多くの嫌がらせを反発者受けてきましたが、私にとって彼女に出会えたことが全てです。あのさ、前哨グループを敵に回すようなさ、特殊なニュースになるような大事件を起こしておいてよく政治家になるとか言えるような。私仕事で恐縮でございますが、この度結婚することが決まりましたので、今後放送を再開するかは未定です。 どうでもいいな。今後は人生を大事に精進し、し共に二人で歩むつもりです。苦闘点欲しい。なお、私自身の反発者、アンチや、煽りリスナーのようなごろつきがいるため、詳細につきましてはお答えしないつもりです。だったらツイートすんなよ。<laughs> バカすぎるだろ、本当に。バカすぎるわ、本当に。に。構ってほしくてしょうがねえんだな。 すげえな、こいつ。超ド級のアホだよね。ツイートする、して、祝福されると思ってんのかね。<laughs> だって、結婚するっていうツイートで、いいねボタン、読んだよ。<laughs> 結婚するって言って、いいねボタン4んだよ結婚するって言っていいねボタン4んだよ877人フォロワーがいて。やばくないサラリーマン田中二郎さんいらっしゃい。 すげえな、本当に。すごいわ、なんか。引くわ。ていうか、その彼女っていうのは存在するの本当に。<laughs> 本当に存在するのなんか、スカイプで話したことあるとかじゃないのあ、もちろんもちろん、ぜひぜひ見てください、見てください。うん。いいよ、いいよ、全然。無料で見てくれることも応援、ねコメント書いてくれることも応援だから。 お金に余裕がある勝ち組の人から花火もらうから。ヒロしさんお疲れ様。うん、いや妄想でしょ、完全に、うん。もう存在自体疑うでしょ。 しかも離婚することがもう完全に確定だからな。うん、3000円で泊まれる日もあんのマジでヒカル君とバイバイしたよ。ヒカル君ねえ、氷山いいっすよって言ってくれたけど、あんまりヒカル君に依存すると良くないなと思って。ヒカル君のリスナーがさ、またはどうかよってなったら嫌じゃん。ねえ、向こうのリスナーさんに迷惑かけたくないから、 一週間もさ、世話になってんだから、俺は俺、光くんは光くんで、絡むときはがっつり絡んでさ、やっぱり、その、あんまり依存するとね、良くないから。彼女って何なんだろうねなんか、家畜の豚かなんか、うーん、かな大丈夫かなんいや、そうだよね。うーん。あのー、ね。 だす、あの、本気のスパーリングはやるべきだったなと思ったけど、俺もヒカルんもその日のテンションで決めるから。うん。いや、やっぱね、その若い頃、無理、無理くりな配信と無理くりなコラボとか、無理くりな売名とかやりすぎたから、やっぱりね、その、お互い、そう、こいつとこいつのコラボが見たいっていう環境を作らないといけないんだよ。ヒカルんの方が格上だから、今。やっぱり向こうのリスナーさんに配慮しないとダメなんだよね。 そこができてなかったから嫌われたんだよ。そう。でも、ちゃんとその、なんつうんだろう。まあ、俺よりも閲覧が少ない人には喜ばれるわけじゃん。和ドとコラボしたら閲覧増えるって、チャンスを上げることができるし、同じぐらいの実力だったらリスナー同士ワクワクするし、喧嘩するのかな、仲良くなるのかな、とか、トラブル起こんないかな、とか。やっぱね、俺とヒカルくんじゃね、やっぱ世話になる身だから。しかも、ほら、と、あの、ヒカルくんはさ、ほら、 年上の人に対してすごい敬語使ったり気使うタイプだから、ヒカル君も疲れちゃうと思うんだよね。うん、マスクさんこんばんは、うん。そこはね、やっぱね、俺が考えないとダメなんだよ。うん、青山のね、動きは見たいっていうのあったけど。 ヒカルくんとか初めて会うとき DM とか、それがね、えっ、ー、と、なんだったっけな、ヒカルくんとの初絡みは、ヒカルくんが家泊まりたいっていう配信をやって、新宿で家がないって配信やってて、で、俺がコメント打って、俺に新宿に住んでるから、もしよかったら、最悪俺の家泊まるって言ったら、ね、で、泊まったのよ。それが一回終わって、で、三社祭りの時にヒカルくんとまた会って、で、関係深まるじゃん。 で、暗黒野球の帰りに、俺、プラーっと帰ろうと思って歩いてたら配信つけないで、配信者がいたのよ、明らかに。で、あ、配信やってんだ、誰だろうなーと思って、真っ暗だったから、声かけようと思って、配信やってるのって声かけたら、和道さんって言われて、おう、ヒカルくんっつって。で、そっから絡んでみたいな。なんか縁があるんだよ、不思議な。DM とか LINE とかほとんどしない。だからさっきみたいにね、配信を通してなんだよ、お互い。ヒカルくん今どこいるぞ、とか。 向こうでも、和道が宮城来たぞとか、お互い、そういう感じで。だから、ちょっと落ちますね。はいはい。了解。そうそうそう。そうだから、気が合うし、例えば、ツバにゃんとリアとずっしゃ時挨拶行こうとも、つばにゃに会った時も、ひかるくん近くにいるみたいって言われて、あ、んゃ連絡してみますって言って。そんな感じだよ。本当に口裏合わせたりとか一切ないね。ドライヤーはフロントで貸してくれます。髭剃りもフロント。ああ、ありがとう、ムちゃん。 ねえ、すごいよね。なんか縁があるんだろうね。つながりが。そう。うん、不思議な縁がね。面白いよ。あ、じゃあ大浴場で入るわ。 縁って大事だよな、タイミングとかさ。やっぱさ、その、お互い好意を持って会うっていうのが一番いいんだよね。この人会ってみたい。好奇心とか好意とか。嫌いな人と会ってもダメだよ。ヒカルんと喧嘩になる時はないけど、俺はヒカルんに一回、それはないと思うよって言ったのが、あの、ツバニャンが会いたい。 っって言ってて言くれてで、俺、ヒカルんに連絡取って、ツバに会いたがってる将来見せさ会いたいからって言って、で、5分後に来ますって言われたの。その、新宿のファンで。終わったことだからあんまり深掘りしないでね。もう、全然お互い住んでることだから。で、その、ヒカルん酔っ払うと結構酒癖悪いんだよ。<laughs> で、30分経っても来なくて、俺、ツバに会んと別れたの。ヒカルん来ないね、っつって。 そしたらなんか、ヒカルくんがなんか、騙されたみたいな感じで、和道に騙されたみたいな感じで、う勘ぐりしてきたから、いやいや、勘ぐりは良くないでしょ、とは言ったことある。それくらいそう。それ、それくらいかな。喧嘩はしたこと一回もないね。うん。基本的には性格も真逆だし、考え方も全然違うんだけど、なんか好き。ヒカルくんさっぱりしてるし、気持ちがいい男っていう感じだね。ただ、酒飲むと、 ちょっと厄介っていう <laughs>。まあそこ面白いところだからね。うん。酒飲むとすごいんだよ。記憶が飛ぶから。うん、だから大喧嘩っていう感じはないね。うん、だなんからあの、勘ぐったりしないよ。だから勘ぐる必要ねえじゃんみたいな。そうそう。なんかストレートに言ってんじゃんみたいな。騙す気ないよ、俺ヒカル君のことみたいな。 あ、わどつわどつ、バタフライテールいらっしゃい。全然全然。ありがとうね、気遣っせてごめんね、なんか。うん、いやー。牛タン食い,い行こうかな牛。牛タン、牛タン、牛タン、タン。こんばんは、山津さん。あー、最高。 やべえ、最高だ。楽しいなベッド楽しいな <laughs> 最高だよ、本当に。そうだなとりあえず。ここ1時間3500円。税込み3700円のところだよ、ここ。 あ、一週間三千円のところだね。一週間九千円ね、漫画喫茶は。さすがに一週間三千円で泊まれるところは西成とかでしょ。一 <laughs> 週間三千円で泊まれるところなんかあんのかな日本じゃないよね、それ、物価が。うん。ノンカフェインいらっしゃい。かっこいいサムネだよね。センスある。いいサムネだね。世の中にはいいサムネと悪いサムネがある。 や9000、9000ね。和道さんは雑談ですね。外で雑談より部屋で雑談が一番。それ言われちゃうとね。だから、俺の理想は本当に、もう家賃も引き払って、本当に勇気出して、もう俺配信で食って食って自信つけて、もう家賃払わなくていいんだったらもうバンバンさ、ホテルとか泊まっちゃうの。もうホテル代稼ぐ、飯代稼ぐって決めて。それくらいやんないとダメだわ、俺は。 その、向こうの家賃を払ってるのはね、もったいないよ。やっぱ雑談してる時が一番生き生きするかなでもなんか旅配信もゆっくりでいいから確立させていきたいね。もうこれ登竜門だからさ。大手になるための。これは絶対達成しないとダメだと思ってる、俺は。やっぱその、いい景色、ね、映った時にやっぱね、ありがとうって言ってもらえるんだよ、コメントで。 リスナーさんからありがとうって言ってもらえることほどさ、あの、配信やってて気持ちいいことないからね。やっててよかったって一番実感する。あと、リアルにやって頑張ってって。うん。応援してるよとか、来てくれてありがとうとか、あと地元を移してくれてありがとうみたいなこと言われるとジーンとくるんだよね。いや、ありがとうってこっちのセリフなんだけどなって、ずっと見て応援してもらってるわけだからさ。 いや、いろいろ考えることはあるよ、本当に。もう配信映ってる時は全然平気なんだけど、やっぱ配信映ってない時間が長,長かったから、もう減らるのよ、本当に。一人で散歩したりしてさ。うん、何やってんだろう、俺って。なんでこんなことやってんだろうって。配信できねえんだったら家で雑談やってる方がいいんじゃないかな、って。まあでもね、悩むんだよ。 で、一人で散歩しながら、でもやるんだよ。でもやるんだよって。<laughs> 一人でブツブツ。<laughs> き違いだよね。<laughs> でもやるんだよ。でもやるんだよと、うんそう。そうそうそう。やっぱりでも、でもやるんだよ。根本系のね。でもやるんだよ。名言だよ。<laughs> でもやっぱ達成感ある時あるよ。ああやっててよかったなーって。 止まったこれコメントが止まったのはバグなのかロムなのかどっちなんだろうバグかな バグっぽいなこの泊まり方は4分間コメントがないっておかしいもんねあバグってるごめんえー十何日目のベッドは最高だよね7万だからなよし部屋を引き払おうだよね和道さんが思う大手配信者は誰ですかあ来た来たごめんなんかね俺のパソコンがね電波の問題で止まるんだよ 俺、俺だけ見れなくなる現象があるの。えーと、ちょっと、もう一回掘り下げますね。ちょっと待って。えーと、ちょっと、読んでなかったの。レクチのコメントで止まってたから。えーと、麻婆ーーさん。麻婆ーーさんのコメントで、和道さんが思う大手配信者は誰ですかうーん。有名配信者と大手配信者って違うんだよ。俺は、 自分の実力、中堅配信者だと思ってるんだけど、大手じゃないのね。でも、有名配信者だとは思ってるの。うん。だから大手配信者っていうのは、閲覧と知名度と、あと、その、普段どんな配信やっても、安定した閲覧で、レジェンド放送要は、神回って言われてる歴史を作ってるかとか。うん。だから、そういう、まあ、条件を満たしてる人だと思うね。 大手っていうのはやりたいことやってくれ。なんか、託してる感がある。ああ、やりたいことやるよ。うん。やりたいことやらなくなったら終わりだよ。早く牛タン。あ、もちろん、カズくんどこ住んでるのか。もしよかったら LINE で教えて。あの、どこら辺に住んでるかとか。あの、リスナーのカズくんですって。どの職員よりもありがとうが人を動かす。そうだよ。やっぱりお、お金本来、お金っていうのは、感謝をしてるから、 対価を払うってう意味なんだよ。だから、その、仕事ってありがとうをもらうのが仕事なのね。世の中にありとあらゆるものってビジネスの本質資本主義を本当によく理解して本当にうまく使うと良くなるのは、ありがとうの循環なのよ。そう。だけど金儲けばっかりに走っちゃうと、そのありがとうっていう本質感謝を作るんだっていう、その本質からね、逸脱していくんだよ。 だから、資本主義をちゃんと勉強すると、別に世の中悪くならない、うん。止まってない。初見、うなちゃんマン大好きさんいらっしゃい。うん、僕も好きですよ。今ね、えーと、宮城県に着いたところだね。けんけんさんいらっしゃい。宮城、仙台です。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう。 やっぱ、ありがとうとありがとうが循環すると気持ちがいいじゃん。うん。そう。俺もリスナーさんにありがとうって感謝していきたいし、リスナーさんからありがとうって言われるような放送をやっていきたいじゃん。それってすごいいい放送だと思うんだよね。うん。何今のなんかお化け通った。なんでピントずれた今思いっきりピントずれたよね。フラッシュして。え、超怖いんだけど。 事故物件 <laughs> 大丈夫大丈夫かななんか不安になって、今。フラッシュしてよね、今。あ、ありがとうございます、麻婆さん。いや、話術とか特にないっすよ。思ったこと言ってるだけ。一瞬暗くなったっつうか光ったっていうかね。ちょっと怖いよね。怖たん ヤバタンチカチカしてるね何だろう何にもしてないんだけどねおいこんばんはコケさんどうもどうも今ですね仙台に着きましたえちょっとさ申し訳ないんだけど牛タン写真でもいいツイッターアップでもいい 俺本当はここで食いたいんだよ、みんなに。牛タン食いながら、味がこうね、とか言いたいんだけど。ちょっと仙台の牛タンは俺、プライベートで食って、経験値を上げて、で、トークで話すっていう感じで一回持ち帰る感じで。やっぱ店でね、配信してると、店のね、店員さんの冷たい態度とか嫌なんだよね。うん。ロハコさん、ワドさんはついてるって言ってたからね。そうなんだよ。なんか例を呼びやすい体質らしいんだよ。 いや、今一瞬明らかに暗くなった。うん。いいありがとう。じゃあ、じゃあ、あと10分雑談やります。あと10分雑談やろ。優しいよ、みんな。ありがとう。ステッカーも第2弾、あの、ちゃんと、あの、皆さんが、あの、支援していただいたお金、あの、旅配信には使わないで、ステッカー第2弾作るんで。 楽しみにしててください。種類増やします。なんか、ね。あの、選べるようにしたいから、こっちの方が私欲しいとかさ。うん。 いや、とつ多い県。やっぱ東京の初日が多かったかなまあ、東京だよね。どう考えても。東京とか大阪だよ。あと、ま、仙台はだから今日だけで、ね、何の告知もしてなくて5名も来ていただけだから。やっぱね、その、人口比率と比例する。うん。もう本当に単純に人口比率だね。また買いに行くからな。<laughs> うん、ぜひぜひ。 今度は俺が行くかんね。ズが住んでるところにね。俺が行くよ。あ、ありがとう、ありがとう、ミュール。じゃあ、牛タン食って、洗濯して、風呂入って、で、雑談やろうか。 ちょっと時間空くと思う。洗濯、飯、洗濯、飯、風呂。うん。うん。えアルさん、リア突してくんなかったのこうやって見てたの突見てたって何よなんで協力してくんないのなんで陰ながら見守ろうとするの突してよ。 突するっていう企画なんだから。おかしいでしょ。なんか目の前にいて写真パサって撮って帰る人とかなんなんて思う見てたんかい。あるさ。<laughs> 大浴場行くときは商品部屋にお願いします。うん、部屋オートロックだから。今思えば新宿が一番近かったです。残業で行けなかった。いいよいいよ。新宿はいつでもできるじゃん。ん。また東京に帰ったとき頼むよ。 ていうか、オフ会やるからオフ会来てよ。あるさんも。バタフライテールも。そう横浜税とか埼玉税はね <laughs>、うん、そうだよね。あの、5月20日にオフ会やるんで、よろしくお願いします。 いやー、このホテルいいなぁ。こういう安いホテル、ありがたいよなぁ、本当に。本当にありがたい。<laughs> 夜景見てみるか。ああ、こういう感じか。<laughs> ああ、仙台の夜景、こういう感じか。ああ<ー>、見る仙台の夜景見たい仙台の夜景見たい こういう感じか見たい仙台の夜景曇りガラスじゃないよ見たい驚くなよこんな感じすげえ破壊量 <laughs> 柱バーン 柱バーンーオーシャンビューだね。俺こういうホテル好きだよ。もう価格、価格のみで勝負っていう。価格のみ。うん、こんな感じ。<laughs> いいでしょ。俺好きだよ、このホテル。 よしカーテンはしようか、うん、野球って聞こえたセブンイレブン見えない側か、うん、いいじゃんいいじゃん、うんうん、やっぱ配信って最高だな 俺、配信大好きだわ、配信やってよかった。好きなことやるのが一番だよ。好きなことやるのが一番ですよ。じゃあ、牛タン食ってくるか。仙台の野球みたい。 仙台の夜景見たいって聞いた夜景好きなことで生きていけそういや毎日戦ってるよ その不安は好きなことやってる人はみんなプレッシャーでしょお笑い芸人だっていつ干されるのかとかさ、野球選手だっていつ怪我したりとかいつスタメン外されるかとか。だから、なんだろう。やっぱやりたいことやるにも結果出していかないといけないから、やっていけそうかどうかで言ったら、毎日その恐怖と戦ってるよね。ふわっちがなくなったらどうしようとか、ねえ。 急に人気なくなったらどうしようとか。でも、そのプレッシャーが、俺はプロ意識だと思ってんの。その、ねストリ、なんだろう、ストリートミュージシャンじゃなくて、プロミュージシャンとかもそうじゃん。CD 売らなきゃとか、ライブに人呼ばなきゃっていうプレッシャーじゃん。いい曲書かなきゃっていう。そう、プロになってからの初めて出てくるプレッシャーだと思うから。俺、こんなの、ふわっち来てからだもんね。やっぱ、稼げるようになってから、やっぱりその、 ねえ、頑張らなきゃっていう、プロ意識みたいなものは、ふわっちで学んだかな。ベルトこれね、のんちゃんのバレンタインのプレゼント。のんちゃんわかってるよね。本革が好きなのと、俺が赤好きなの。うん。のんちゃんのバレンタインプレゼント。ねえ、革好きなんだよね。のんちゃんは俺の好きなものをわかってるから、すごいなって思う。 いつも俺のこと考えてくれてんのあの子は。大浴場ぬるいの <laughs> 北朝鮮いつやると思うどうだろうね。俺はアメリカが自作自演のなんか被害みたいなのを作って戦争起こると思ってるけど。ヨシさんこんばんは。アメリカがいつもやる手口。うん。要はなんかミサイルのボタン押したとか言ってるけど、微妙だなと思って、それアメリカが言ってるだけなんじゃないのみたいな。 頑張ります特命係長ありがとううん。赤、黒、白がテーマカラーなんですよ、自分の。だから赤と黒と白のものを多分身につけてないはずなの、うん。赤と黒と白だけなんだよ、俺の身につけてるもの。ワッペンもそうでしょ。お尻に貼ってあるワッペンも赤、黒、白でしょ、うん。赤、黒、白なんだよ。もうほとんどそれ以外のもの。パソコンも赤、黒でしょ。パンツも赤ですよ、ほら。 本当に赤黒白だ。そうだね。やっぱお参りとか運気が上がるからね。やってよかったと思う。あれ、ジェルデが言ってくれたんだっけあの、再生入れてちゃんとお祈りしてますよ。リスナーさんが今日も幸せでありますようにって言ってちゃんとお祈りしてます。うん じゃあ、皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。また後で、2、3時間後になると思います。もし見に来てくれる人いたら、来てください。お疲れ様です。あ、クラモンさんありがとう。頑張ります。クラモンさんありがとうございます。 ありがとうございます。花火。連発ありがとうございます。お疲れ様です。皆さん。皆さんコメントもたくさんありがとうございました。後でまた会いましょう。花火連発ありがとうございます。<laughs> 花火連発ありがとうございます。 お前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよ何でお前動画の内容も見ねえでお前パッドボタン押してんねんもう。<laughs>